古式ヒワは、スズメメアトリカに分類される鳥類の一種。カルデューリスカルデューリスカルデューリス1夏鳥に流鳥、カルデューリスカルデューリスカナセップス3夏鳥4、流鳥ヨーロッパ、北アフリカ及び中央アジアの平野、または低山林帯に分布する。主に天候の温和な大陸西側に産し、大陸中央部の寒地に産する個体は、冬き渡りをする。 ただし天候が不順な時は西側の個体も局所的に渡りをする。オーストラリア南東部とニュージーランドではカゴ抜けした個体が現地に帰化しており、その他にも世界各地で人移入されている。日本では時折名鳥として記録されているが、口述するように愛岩鳥として海外から輸入されているためカゴ抜けした鳥を記録した可能性もある。平均すると 体長12から13センチメートル、翼長21から25センチメートル、体重14から19グラムである。性的二成がさほど顕著でないため、一見では雌雄の見分けがつかない。顔面は赤黒く、頭部の他の部分は黒と白で彩られる。背面は赤茶、覆面は白だが脇腹と胸に炭鉱色のブチが入る。翼は黒と黄色。 接近して観察するとオスの方が顔を仮面のように覆う暗赤色の門が大きいことがわかる。メスはこの赤い部分が目にまで達さない。くちばしの色はアイボリーで長くて先が尖っており尾は二股に分かれる。カナセップスは種のメスくちばしが白くて先端が灰色がかったり黒くなっているのはその年に生まれた個体である。幼鳥は頭部が無地で 背面の灰色が成長より濃くなりまるで別種に見えるが、翼の黄色い縞模様が同じなので間違えることがない。中央アジア産の亜種、CC カナセップスの頭部はヨーロッパ及び西アジア産の元亜種に見られる黒と白の模様が見られず、顔面の赤門を除き灰色一色になる。カルデューリスカルデューリスカルデューリス種食性であり、アザミやナベナのような植物の種子を主に食べる。 繁殖期にはひなむけの餌として、昆虫も捕食する。冬は餌場によく姿を見せる。紅葉樹の高い小に映像し、4から6個ほどの卵を産み11から14日、程度放卵する。澄んだ、美しい声でさえずることでよく知られている。鳴き声に、チリ、チリ、チリ、という特徴的な三音節が含まれ、さえずりの中でもこのフレーズがしきりに入る。 大きく二つのグループに分類され、各グループがまたいくつかのレースに分類されている。分布の境界では両グループの中間を示す個体も見られるため CC カナセップスは灰色が明らかに異なっているが、独立種として認められていない。なおリンネは当初本種をフリンジェラ属に分類し、学名をフリンジェラカルデューリスと名付けた。フェデリコ・バロッチ。 猫の生母1574年から1577年、ナショナルギャラリー所蔵。姿形が良く、サイズりが美しいので世界中で愛顔鳥として飼われている。本種のオスとカナリアのメスを掛け合わせ、ミュールと呼ばれるより美しいサイズりを奏でる、オスの交雑種を得ることもよく行われ、しばしば期待通り領種のサイズりの長所を合わせ持つ、個体が得られることがある。こういった、 交雑個体は日本に輸入されており、カナリアなどと共に店頭で売られているが、日本ではハイブリッドと呼ばれている。本種そのものもかなりの数が輸入されている。キリスト教において受難の象徴とされるアザミの種子を食べるので、本種もまた民間信仰において、キリストの受難の象徴に用いられ、ウバラの冠などと関連付けられた。絵画においては、聖母子像に品出し、 幼子イエスと聖母マリアの迎える運命であるキリストの卓形を暗示する。フェデリコ・バロッチの聖家族を描いた絵画では、洗礼者ヨハネの小中に本主が握られ、猫の興味を引かないようにその手は高くに掲げられている。チマダ・コネリアーノの聖母史像では、本主が幼子イエスの手の中で羽ばたく様子が描かれている。本主はまた忍耐と法上。 継続の象徴としても用いられる。受難の象徴から転じて、さらに本種は救世主を意味する鳥とも考えられ、罪悪や薬病の象徴であるハエと共に描かれた。これには、主イエスがそういった厄災から救ってくださるようにとの信者の願いが込められている。中世においては、本種は薬病よけのお守りやまじないに用いられた。ありがとうございます。